釜石製鉄所山の上社は岩手県釜石市にある日本製鉄釜石製鉄所の守護神社。1883年の官営釜石製鉄所の廃止に伴う払い下げを受けた東京の田中長兵衛は娘婿の横山久太郎の提言により製鉄業を釜石で開始し、1886年10月16日釜石鉱山田中製鉄所を設立した。 1890年の大阪方平交渉の実験でイタリアのグレゴリーズクなどと劣らない品質との結果を得、さらなる拡張を目指していた。東京帝国大学教授兼能商務省議士の野呂、影吉による官営時代の25トン航路の改修提案を田中は賛同し、1894年、その改修に成功した。当社の変額は、 当時の初湯族を鋳造して作成されたものである。1967年から、小崎神社と合同で行われる、釜石祭りを神事とする。10月第3日曜を含む、金、土、日に開催され、中日には、小崎半島にある、小崎神社本宮から船で、市内にある里宮に神体を奉線する、引き船祭りが行われ、飯船を中心に、 トラマイヤカグラを乗せた船が大量機をなびかせて、釜石港内をパレードする。最終日は、市内目抜き通りをトラマイヤカグラ、出し、手踊りの他両神社の御しが渡御する。ありがとうございます。